6月22日、広島市役所で被爆の様子を描いた絵本、私の広島の贈呈式がありました。学習の教材にと、広島市立の小中学校206校に日本語と英語で書かれた絵本を送ったのは、NPO 法人 HPS 国際ボランティアで、絵本の作者、森本さんも同席し、松井広島市長へ目録を手渡しました。目録1、絵本、私の広島、日英返球、8240冊、右の通り、想定いたします。絵本の、ね、サインしてございます。あ、本ですか、はい、ありがとうございます。確かに、ありがとうございました。作者の森本さんは13歳の時、西区の自宅で被爆。絵本には8月6日の出来事と被爆前の穏やかな広島の風景、友達と遊んだ様子が描かれています。森本さんは京都の大学を卒業後、大阪で中学校教師となり、30年前にオーストラリアに移住しました。絵本は戦争のことを考えてもらいたいと、英語版を1987年にオーストラリアで出版しました。分かる人が残ってる間に言い伝え、語り伝えて、そうしてその自覚を言いますか、それこそ慰霊碑に出ておりますことが、そういうものを育てていかなきゃいけないと思いますね。それは小さい時から出ないと難しいと思います。今回送られたのは日本語と英語の2カ国語版で、森本さんの思いに共感した被爆者でもある NPO 法人 HPS 国際ボランティアの理事長佐藤さんが、自己資金や寄付、補助金を得て教材として送ることとなりました。小学生が8月6日の8時15分を言えない子が6割出たという新聞を読みまして、これは一大事だと。この広島に住んでる子どもたちだけでも、8月6日の朝8時15分あれだけの式典があってるのを忘れさせてはならないなって、忘れてほしくないなって。普通の絵本のように言葉がだーっとないでしょ。本当に2行か3行だったら、あとはどうするかって言ったら、先生なり生徒なり、また親子であったりが語り合う、友達同士と語り合う、そういう幅がある絵本じゃないかなって。だから学習に使ってもらいたいと思ったんですよ。松井広島市長からはお礼の感謝状が手渡されました。小中学校へ送られた私の広島は、各学校で平和教育の教材として活用されるということです。1枚取ります。はい。